その線を越えて。前回さ、あのソータくん、あのメガネかけてるソータくんがさ、なんか代わりに主人公を助けようとして死んじゃったじゃん。まあ、あのエンドが悲しすぎるわ。でさ、前回、ここか。なんかね、まだ他に選択肢があったんだよね。なんか振り払うみたいなのをやって、やったっけああなったんだよね。だから別の選択肢をやってみよう。あとさ、パート1とパート2さ、鼻声だったんだよね、めちゃくちゃ。てか風邪ひいててさ、で、パート3はね、もうもろ寝起きでやってたんだよ。だからまともに実況してないんだよ、このゲームに関しては。で、今回やっとね、鼻水だけなんだよ、今。今、鼻水だけなんだよ。あとは大丈夫なんだよ。寝起きでもねえし。だから全然無敵なんだよ、今。とりあえずここもやったからカットしよう。そう、ここで、あ、これなんかゲージがあんのか。突き飛ばすをやってないんだけど、これゲージあえて何もしなかったらどうなんだろう。お？ま、とも、そっちは階段。危ない！え？あ、最悪のパターン！誰も気にしてねえし。逃げ出す先。いやーってことはさ、やっぱり多分突き飛ばせば正解なのかな。わかんねえわ。また、なんか、全部バッドエンドだったりしたら泣くわ。カットしよう。はい、来た！突き飛ばす！待ってって。トモ！これいいパターン？いない。なんだったんや。そりゃそうなるわな。なんだったんやでなるわな、そりゃ。はあ、はあ。あ、帰ってきたのか。なんでソータがこんな時間に。死ねなかった。気持ち悪い。めまいがする。今日は休もう。お、結局目が死ぬ。電気。そしてオフバスターブ。やっぱ普通に寝ればいいのかな。なんかさ、他になんかありそうな気がしてあるんだよね。お前はいつ動画を撮るんだ。お前なんかソータくんとさ、あ、待って、セブしよう。ソータくんとさ、なんかこのゲーム面白いからやるぜって、なんかこの家でさ、ちょっと試しにやってみようみたいな言ってから、お前まだそのゲーム実況しなくね。お前いつ動画を撮るんだよ。寝てばっかやん。おわ、なんか新しいとこ来てる。なんだここ。嫌だな、倉庫みたいで。夢の中だよね。うわー、なんだこれ。ろうそくがある。お、引き出しの中に何か。マッチ棒。おーんと、椅子固定されてて動かせない。これ全部動かせないのかな。あ、これは持っていけない。椅子は持っていけるんだね。椅子どうやって持ってってんだよ。壁から多い液体がしちゃってる。うわー、なんだなんだなんだ、なんか怖いこといっぱい起きそうだな。こっちは？うわー、謎解きだ。謎解き難しいんだよな、このゲームの。日が昇るとき道は開かれる。おう。おう、ま、おう、おう、おう、ってことは？火をつける。あ！全部の部屋にあるろうそくに火をつければ、あそこの、あれがどんどん、あ、待って待って待って。ここで、多分、3つになってる。やっぱりね、なるほどね、やっぱそういうことか。こっちはいけんのか？いける。あ、てかセーブがある。セーブしよう。こっちにセーブして。ここは入れる。おれ、人形がある。誰かに似てるぬいぐるみだ。触ってみるか。タイツか。ねえ、どういうこと？持ち上げてみる。見た目通りの重さだ。うん、それだけか。これも、もう、お腹のところに何か硬い感触がある。あ、これなんか、なんかあんのか。ソータくんぬいぐるみは特に何もない。見た目通りで。これまず火をつけよう。あ、マッチ棒がねえのか。なんか、びっくりした。筆を手に入れた。あれ？ここ開けれねえ。あ、びっくりした！扉に針が挟まってる。うわ、怖なんか。いろいろと雰囲気が怖いんだよな、この夢の中って。それはセーブしよう。椅子があって、針があって、マッチ箱中身入ってない。書道用の筆。てか、結構広いな。あ、なんだ？電球一つついてねえな。高すぎてここからじゃよく見えない。ここで椅子ですね。はいはいはい。おっと、外れた。電球を手に入れた。他はついてるから C、U、S、R。わかんねえ。引
引き出しには鍵がかかってる。天板に文字が彫ってある。鍵はハンクが持ってる。背の低い子から順に並んで。あー、わけわかんねえよ。もうわけわかんねえ。もうわけわかんねえよ。一回下行くか、怖えけど。この青い液体何なんだろう。ここに？え、鍵かかってんの？うわ。あかねと書いてある。お？何かを書いて、うん。何も書いてない紙が貼られてる。うわー、難しいの来たよー。袋人形って何？てかこれ何の意味があんの？もう何もない。これ何の意味があんだろう。難しいな。あきこと書いてる。あ、なんか日本人形がある。え、それだけ？赤い紙が貼られてる。あの、よろし。あ、意味わかんない。お、花札には、赤単が存在する。赤単とは、松、梅、桜の五点札で、その上の赤い短冊に字の書かれているものをこう呼ぶ。赤単に書かれている文字は、実に素晴らしいという意味である。うん。これか。これが実に素晴らしいところなんですね。いや、人形を手に入れたところで何をするんだろう。ここに置くとかかな。あ、でも置けない。自分では置けないってことは多分なんか自動でなんかやるんだな。開かない。えぇ、なんかこうやって、なんかこう、こうなんか開いたりするってこと？あ、ここと同じ形にすればいいのか。5542ね。ちょっとやってみよう。5542。もうこれこうなってるやんけ。いやー、難しいー。でかんねー。なわらんなわー。お？何か音がする。投げる。お、何か出てきた。小さな鍵。あー、マッチ棒。ハサミ。火をつける。なるほどね。これで OK か。ちょっと一回セーブしよう。セーブして、あとつけてないところは、ここか。火をつけ、マッチ棒、まだマッチ棒ないのかよ。え？ってことはさ、まだなんかあんのか？ハサミがあるんだよね。あ、人形。間違った。これで、ハサミを使う。自分を切っちゃっていいのか。うわ、気持ち悪い。何か汁出てきた。マッチは濡れてないみたいだけど。きたー。うわ、マジグロッ。自分を切るってすげえな。あ、なんかお腹が。え、なんでやねん。これどうすりゃいいんだろう。ハサミを使ったらダメなんだな。ちょっと待って、ってことはさ、これさ、他にもここで。嫌だ。ああ。え？こっちはダメなの？こっちはいいのかな？嫌だ。え、自分はいいのかよ。え？じゃ、え？触って、ハサミで使ったら、ダメなんだよね。ダメなんだよね。針。なんかグロい、液が伝わってる。え？動いたら、まずいんだよね。まずいんだよね。ねえ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 。つけたらまずいんだよね。出たら、お腹、ブワッ。これね、一つ分かったことがある、俺。ここの部屋と、ここの部屋はね、同じなんだよ。てか、左右対称にすればいいんだよ、多分。ここの後に、赤い人形置けんじゃねえかな。青じゃねえよ、バカ誰が。取る。赤い人形置けばいいんだよ。赤い人形置いて、ここに、筆、あれがねえんだ、あれが。あれがねえんだよ。おいおい、あれがねえじゃねえか、おい。あれがねえと意味がねえんだよ。どうしよう。はあ！ああ、そういうことか！ああ、やっとさせたーってことは？待てよ。何を言ってるんだ。あ、待て、これで一回戻って、ここか？さっきまでなかったような金色の鍵を手に入れた。うわーっとすんなよ、もう。どんだけ時間かかったと思ってんだよ、俺がよ、この野郎バカ誰これ。嬉しいにも程があるじゃねえか。ここの鍵か、多分。あ、来た。お、なんだ、また新しいやつじゃん。汚い水の入った水槽がある。引き出しは？いや、なんか、水槽の上のなんかほら、額縁みたいななんかの下のなんか汚いのある。ガラス瓶。これに？これ入るかな？触りたくない。緑の水をガラス瓶に入れた。ぬるぬるする。まあ、もうだろうね、もう。
生き物入ってない。いや、これをどうすりゃいいんだよ。汚いのに液体が入ってる。これをここにぶん投げるとか。これ入るかな。お、赤い液体をガラス瓶に入れた。するとこれでなんか変わるのか。これなんか元戻すみたいな。違うか。これなんか全部の色を掛け合わせた時黒色にすんのかな。これで札を使えるようにするみたいな感じか。違うかな。どうだろう、わかんねえ。どうしよう、どっちなんだろう。またどっかになんか色なんかあったっけ。色なんか、色なんかあったっけ。ここでもねえしな。どこだろう。なんか色ができたの、これか。あ、来た、来てー。もう頭いいもんな、やっぱり。ここで頭の良さをこうで、こう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 だよ。そういうことなんで、ここでこの筆で文字が書けそうだけど、墨じゃないけど黒いから、この黒い汚い液体でいいから。え、え、急に、なんだっけ、糸よろしだっけ。え、あのよろし、はあ、え、確かひらがなにも漢字の旧字みたいに変態かなとかいうのがあったな。あ、赤よろし、これだってるのかな。きたー、やっときたー。これさ、ここにね、なんかね、この表の一部のようなこうなあったんだよ。もうこれ見つかんなかったか、ここもバカ。もう、え、でどこが開いたの。なんかガチャみたいなの分かる。あ、ここか。うわー、なんかセーブがあるんだけど。セーブすっか。じゃ早速行ってみっか。なんか来そうだけどな。今のところホラーよ。なんか揺れてね。え、来るぞ来るぞ。なんだこいつ、なんだこれ。逃げろ。俺が阻止したか、やっぱりそう。ああ、間違った。ああ、ふわー、すごく早く死んだて。いやさ、あのさ、さっきあの奥にいたあの子いたじゃん。あの子がさ、あの子にビビって俺上行っちゃったんだけど、あの子指さしたね、奥の方向に行けって。そっちに行けばいいのか、分かったよ。オッケーオッケーオッケー、はい、オッケーオッケー、こっちね、分かった、オッケーオッケー。なんで俺が落ちてくるぞ、これ絶対。こっちか。なんか落ちてくんだろ、これ。マッチ行くぞ。次こそ一発で、こっちからのここの穴に行くとやられちゃうからって。こっちでしょ。はい、からの上か、うわ危ない。こっち行ってこう行って奥が危な、すっごいむずいこれ。オッケーね、オッケー。いや待って待って、むずむず、こっちで、あは、ちょっと待って、これむずくね。よっしゃ、なに、あ、行け早く。え、よっしゃー、すげえレスラー、セーブだ、よかった。もうセーブできねえじゃん。やったー、すげえ嬉しい。あ、あれ痛くない、さっき落ちたはず。おお、なんだその出方。サリー、やっと会えたな、トモ。でもこれはいいことじゃない。それって俺を恨んでるから。いや、この子絶対ね、恨んでないよ。だってさ、君が駅のホームで、まあなんか喉になんか詰まったわ。君が駅のホームでなんか助けようとしてくれたの俺覚えてるぞ。あのメガネ君のことを誘って。どうせ見当違いなことを考えてるんだろうが、違うぞ。まず、私はすでに死んでいる。夢や幻だと言われればそれまでだが、こうして話ができるなんておかしいとは思わないか。そうだけど、友は今、死に近づきすぎているんだ。だから私の姿を見ることができた。死に近すぎてて過ぎている。そうだ、まだ生きている人間がこんな状態になるなんていいはずがない。でもサリは俺のこと、その恨んでたんじゃ。あのな、トモ、うわ、そのポーズかわいい。私がいつそんなことを言った。え、それはでも大体あの日以来の私がこうして友の前に出てこれたのは今が初めてだ。それ以前に夢か何かで私を見たとすれば、
それは私じゃなく、友が作り出した私の幻だな。夢？ただの夢？つまり友は自分自身と会話してたわけだ。でも約束守れなかったのは本当だし、それを言ったら友と会う約束を先に破ったのは私の方だ。それに私が本当に自分が死んだくらいでわけのわからない恨みをまき散らして友を道連れにするようなメンヘラだと思っていたのか。ごめん、見た目的にちょっと思ってた。そんなつもりじゃ。本当にまったく友だな。どういう意味だよ。私は一緒に来てほしいだなんて望まない。友は生きてるんだ。この先もずっと好きな人と好きなことをして生きてほしいと思うよ。勝手なことを言うけれど、それにそんな顔されると友が心配で天国に行けないだろう。ん？うちは仏教だから三途の川かな。そこ気にするんだ友。あ、でもなんか友くんの目が心なしか良くなってない？目つきっていうの？自分の行く末は自分が決めることだ。友はどうしたい？生きてたって痛くて怖くて辛いだけだ。もう嫌だよ。友を待ってる人がいても、そんな人どこにもいないよ。本当に？あー、ここでかよ。ちょっと待て。あ、でもセーブしてるか。だったらあえてここをこれにして最高のエンドを後で。あ、違う、こっちだ。こっちにしよう。んで、え、なんで私が今までどんな気持ちで。ごめんね、サリー。でももう俺サリーを一人にしたりしないよ。ずっと一緒にいようよ。私はそんなのずるい。ごめん友。ごめん、私は友を現実に返さなきゃいけないのに。そんなこと言われたら返せない。ずっと好きだった。今でも終わるとここで告白できたのか。うん、俺も好きだよ。おー、でもなんだかんで言ってこのエンディングもいいんじゃねえか。俺は結構好きなんだけどな、こういうの。これで終わりなのかな。お、違う。あ、蒼太くんじゃねえか。お、トモいないんか。え、開いてる？なんで閉め忘れか。いや、何かあった。お、勝手に操作してる。なんで今一回転した？トモ？なんだ、寝てるだけか。いやー、なんか怖えな。寝てるだけだよな。なあ、なんで息してない？うおー、ってことは現実には戻らないで、あの世の近くのところであの子と一緒に幸せな生活を送ることになったということですね。というわけで今回ここで終わろう。うわー、なんか案外なんかさ、泣けるかもしれないね、このゲームも。というわけで次回もよろしくお願いします。なんだろう、いつが最終回かわかんねえから、とりあえずあえて言っとこう。次回最終回です。わかんねえけど、さよなら。じゃあね、皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。してくれたら僕